ミューズ細胞はあります。フジテレビの田中と申します。先ほどから今回の問題というのはあくまでもこの論文の不正の有無の話だと思うんですが、ただ周りを含めて今はスタッフ細胞の有無についてちょっと話が移行していると思うんですね。ですからここ一番大事なところですので、改めて小岡田さんのお口から聞かせてください。スタッフ細胞はあるんでしょうか、ないんでしょうか。スタッフ細胞はあります。それを全く、素人の私たちが何をもって信用したらいいんでしょうか。何を思ったら、やはりスタップ現象が各地で再現できるようなふうになるべきですね。でもそのためにはやはり先ほども申しましたように、今回の論文は現象論を示したものであって最適条件を示したものではないので、さらに私自身はたくさんのコツや、ある種のレシピのようなものが存在しているんですけれども、やはりそれはまた新たな研究論文として発表できたらというふうに考えております。ありがとうございます。